今日は田中さんの描く人吉のライズについてお話ししたいと思います。はい、市民の皆さん、特に若い世代の親御さんがいらっしゃいますけれども、はいはい、子育てについての不安ですとか要望などの声をよく聞きになられるかと思いますが、はいはい、その点についてどのようにお考えですか。そうですね、今日本の地方というのは非常にその可処分所得というのがだんだん目減りしていってると思うんですね。というのが物価はサバ缶みたいに上がるじゃないですか。がしかし給与はそんなに変わらない。つまり可処分、いや自由に使えるお金が減っていっている。そういう中で子育てをするまたはしていくというのに、不安を抱いておられる方々もいらっしゃると思います。だから今の自分とパートナーとの給料を合わせても子育てができないのではないか、そういう不安を抱いている方もいらっしゃると思いますね。だから非常に可処分所得が目減りしていっている中で、じゃあ行政はどんなご支援ができるのか、そういうのは真剣にこうさまざまなご意見に耳を傾けながら政策として立案していかなければならないと思っております。この間こういうお母さんに会ったんですよ。実は障害児を持っているお母さんなんですね。でその方のご質問を受けてはっとしたことがあります。それはどんなことかというと、実はそのお母さんがお話になられたことは、その障害児我が子をその預ける保育園がないと、実は働きたいんだ、この人吉にも貢献をしたいんだ、でもそういう場所がないので非常にその困っていると。で実はよそから来られた方なんですが、この人吉が大変気に入っていただいて、人間関係も素晴らしいと、ぜひここで住み続けたいんだけれどもというお話でしたね。確かに私も今まで、まあ、福祉行政の一つの中でそういうお子さん型の療育、療養とそれと保育と2つの面を合わせたその施設がいるなというのは頭の片隅にはあったんですが、はっきりとそういうものがありませんと、そうご質問をされた時に、またはそう断言された時に、実はハッとしてしまったんですね。ぜひそれは我々行政の責任として、または市民の責任として環境を整備しなければいけない、ご用意しなければいけないなと思いました。まあお坊さんも非常に経験が豊富な方でなければいけないでしょうし、またはやはり経験豊富な看護師さんも常駐していただく必要があるでしょうし、しかしこの世に生まれてきたその人それぞれお一人お一人の命がですね、やはり輝くようにしっかりとした環境を整えるというのは市民のまたは行政の責任だろうなと痛感したところでありました。やはり障害を持ったお子さんであるとか、あとは特別な支援を要するお子さんっていうのも、やはり本当にこの日本の社会問題になっていると思いますし、人吉でも教育を受けたいんだけれども、なかなか順番が回ってこないですね。そういう若いお母さんたちの話も、そうなんですね、ね、ぜひね、これは実現をする責任があるというふうに思ってます。小学校に上がられた以降はですね、まあ、公立のものが用意されているんですが、しかし今思いますと、じゃあ卒業をされた後はどんな仕事が待っているのか、どんな職場環境があるのかというご不安もあると思うんですね。
親はどんどん年を取っていきます、子供も成長していきます。でも親御さんの気持ちとしては、万が一自分が亡くなってしまったならこの子はどうやって生きていくんだろうかという非常にこう不安をどなたもお持ちだと思います。そういう不安がなくなるように努めていかなければいけないとも思っております。ですから働く職場、働く環境もきちっと整えていく、それが親御さんたち、保護者の皆さん方への私は責任であると思います。人吉市の小中学校へのエアコンの導入なども提案なさったと思いますけれども、そういった意味でですね、実際に親御さんたちが必要とされているぜひ導入してほしいとかいうような思いを僕にとって、はい、はい、ありがとうございます、はい。それではですね、もう少し上に上がりまして、ちょっと年齢が高くなった、人吉の若者、高校を卒業して、結構な若者が人吉を離れて、大変と流れていっているこの現状、どのように分かったんでしょうか。はい、私もですね、ついさっき、熊工業高等学校、それから人吉高等学校のカヌー部に所属していた生徒さんたちのお別れ会に行ってきたんですよ。みんなにね、激励な言葉を送らせていただきましたけれども、本当にこの地をですね、専門学校や大学や働くことによって離れる、お子さん方ばかりでしたね。でもですね、若い頃は一度は外に出てみたいもんなんですよ。東京ってどんなところかとかね。だって今まで一度もですね、ディズニーランドも行ったことないとかですね、一度ぐらいは行きたいよとかですね、みんな思うんです。ですから私はね、この人吉の地をね、逆に一度は離れてほしいと。で、世間を知ってほしい、視野を広げてほしい、いろんな経験体験住んでほしい、そう願ってるんです。だから私は逆に引き止めません。がしかし、いずれこの人吉で帰ってきて、そういう例えば東京なら東京を見てもですね、いや、やっぱりこのふるさと人吉、球磨川清流等々と流れているし、お城の山は緑、360度見渡しても豊かな緑、これが生き生きとしたふるさとというものを必ず思い出して帰ってきてほしいと思ってるんですね。そういう時にちゃんと胸を張って働けて、そしてきちっとした所得を手に入れることができて、子育てができて、本当にふるさとは素晴らしいと感動の言葉を述べていただくことができる企業誘致、職場環境を作っていくことが大切ではないかなと思っています。わかりました。貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。では次回は人吉の経済についてお話をお伺いしてまいりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。